Ja. ようこそ。どうも。よろしく。どうも。どうも。よろしく。どうも。よろしく。どうも。よろしく。どうも。かしこまりました。北斗百裂シェイク。視聴者の瞬きです。ありがとう。ようこそ。どうも。かしこまりました。シャカ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 。視聴者の瞬きです。ようこそ。よろしく。よろしく。かしこまりました。くる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 you
くるがいい。死ねえ。さあ来い。このわしが放る。残骸剣占領後に貴様は死ぬ。
Thank you.
ちょっと。いや。ふう。ん？え？いや。あ。
ええ。いらっしゃいませ。ありがとう。Yeah.
お待ちしておりました、ケンシロウさん。どうぞこちらへ。はあ、行きましょう。
このスフィアシティの中にユリアさんはいます。この中に中央に見える最も高い塔の最上階にある奇跡の間で眠っているはずです。奇跡の間とは？どんな傷や怪我も治すことができるという奇跡のような部屋のことです。昔父から奇跡の間の存在を聞かされていた私はユリア様にその部屋の存在をお伝えしました。ユリアがこの中に。この場所が金刀区であることを承知されていたユリア様はお供の方も従えずお一人で施設の中に入っていきました。その時のユリアの怪我の具合は？いいとは言えません。傷口からの出血があり歩けるのが不思議なほどの怪我でした。気丈に振る舞っていらっしゃいましたがかなりおつらかったと思います。じゃあ無事に奇跡の間にたどり着いたかどうかもわからないということか？ええ、こんなことしかお伝えできず申し訳ないです。ありがとう、キサナ。え？エデンに来て数日、このスフィアシティという場所がお前や町の住人たちにとってとてつもなく大事な場所であるのが分かった。そんな場所に重傷であるとはいえユリアが入るのを許してくれたこと感謝する。それはある方に頼まれたからです。誰だ？父がかつて仕えていた恩人とも言える方です。半年ほど前その方から手紙をいただいたのです。ユリアという女が町を訪れた時は奇跡の間へ誘えと。そうだったのか。叶うなら俺もこの中に入って。ユリア様がスフィアシティに入っていく。おそらく扉を開けることは残念ですが私が扉が一度父が何？父は変わってしまったのです。スフィアシティの資源を独占するため邪魔なものを排除していった。そしてそれを咎めた母まで殺してしまった。だから娘の私がエデンを守るため父を殺したのです。そのようなことが以来ユリアさんが入るまで
この扉は開いていたのですが、なぜ閉じたのか、どうしたら開くのか、父以外は知らないのです。そんな辛い過去の話を、すまん。すいません、私たらつい、あの時のこと、思い出しちゃって。おい、ここにいたのかよ、お前ら。どうしましたか、ジャグル。どうしたかじゃねえよ。相棒の俺を置いてくなんてひどいぜ。重要な話してる時になんで俺を仲間外れにすんだよ。お前はいつ俺の相棒になったんだ。おいおい、ケン、そりゃねえぜ。キサナ、ユリアが塔の一番上にいるかどうか確かめる方法はないか。なんだよおい、ユリアって女はスフィアシティの中にいんのかよ。ああ、塔の中を確かめるにはスフィアシティを覆っている裏山を登り、その山頂から覗き込むほかありません。ちょっと待て。だがよ、なんだそれは。ドーム型の空間で狂人たちの巣があるんだ。鬼付き。この地方では昔から人一度その病にかかると。おうや、俺も奴らは目に入った人間を見た。昔その病にかかってしまった。いつしか狂人たちが山に登ろうとすれば、そいつ。おいおい、待て待て待て、いくらお前でもあんな山登れるわけねえって。俺は行く。俺は嫌だからな。行くなら一人で行けよ。ジャグル。え？だからなんだよ。あなたはここ一帯の土地勘。おいおい、いくらお前の頼みでも聞。では友人としてではなく、エデンの統治者としての命令では。ジャグレ衛兵隊長殿。友人。ご分を。
America. Yeah.
殴らせろや。死にたい奴から。よし。よし。
とする。待ち続けるのが私の宿命。よし、はあ、
No! ダメだ。 いや。
おい、ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。